NORC IBM Naval o d ネ n スリサ Research Calculator は IBM がアメリカ海軍装備局のために開発した真空間式コンピュータである。1954年12月に稼働し、当時としては最も強力なコンピュータであった。NORC はウォーレス・ジョン・エッカートの指揮の下で IBM ワトソン科学計算研究所で作られた。NORC は 1954年12月2日にアメリカ海軍に納入された。納入式では3089桁の演習率が計算され、当時の世界記録となった。計算に用した時間はわずか13分だった。1955年、NORC はバージニア州ダールグレンの海軍試験場に移された。1958年により、 近代的なコンピュータが導入されるまで、このコンピュータがメインのコンピュータとして使用された。このコンピュータは1968年まで使用され、続けた。その設計は IBM701 や、それに続く IBM700 シリーズに影響を与えた。このマシンは、もともとは静電管をメモリに使用しており、8マイクロ秒のアクセス時間で2000ワードを格納していた。 各ワードは16桁の重心数で構成され、各桁を表すために4ビットとモズロ4のエラーチェックビットに2ビット使用していた。一つのワードには、符号と2桁のインデックスを持つ13桁の数字、または一つの命令を格納することができる。NORC ではメモリとして66本の静電管を4、セット並列に使用した。66本の静電管は、 それぞれ500ワードのうちの1ビットを記憶していたので、4セットの66本の静電管のそれぞれは2万ワードを記憶していた。ウィリアムス管のアドレッシング回路をアップグレードすることで、1本あたりのメモリを500ビットから900ビットに拡張することができ、ウィリアムス管を追加することなく総メモリを3600ワードに拡張することができた。ある時点で、ウィリアムス管メモリは、 アクセス時間が8マイクロ秒の2万ワードの時期、コアメモリに置き換えられた。NORC の演算速度は1万5千回秒だった。加算は15マイクロ秒、乗算は31マイクロ秒、除算は227マイクロ秒を要した。倍精度演算も可能だったが、たまにしか使用されなかった。 メインのハードウェアは1982個のフィールド交換可能ユニットで構成されており、それぞれのユニットには通常数本の真空管とそれに付随する電子機器が搭載されていた。フィールド交換可能ユニットは62種類あったが、半分の回路はそのうちの6種類しか使用しておらず、80%の回路は18種類しか使用していなかった。 コンピュータは3系統で1300本の真空管が使用されており、NORC では合計9800本の真空管と1万個の水晶ダイオードが使用されていた。NORC には IBM701 のテープドライブに似た8機の磁気テープユニットが搭載されていた。リールは直径8インチで金属製の1 6ト、mm、ルフィルムリールに外観が似ていた。 701のテープドライブとは異なり、マシンの表面には操作パネルはなく、代わりにテープのロード、巻き戻し、アンロードなどを開始するためのボタンがマシンの全面上部に配置されていた。ドライブは毎秒7万1500文字を読み書きすることができた。毎分150行の印刷が可能なプリンタを2台搭載していたが、2台を同時に使用することはできなかった。また、 毎分100枚のカードを読むことができるカードリーダーがあり、1枚のカードには4ワードが保存できた。ブラウンカと 35mm フィルムの映画用カメラで構成された表示装置を備えていた。これはブラウン管の映像をカメラで撮影し、現像、定着処理を経て、撮影の約12フレーム後に背面映写スクリーンに投影される。大量のデータをフィルムに テキストとして記録することも可能で、研究所の職員は、重要なデータの記録に、明らかな誤りがないか、暗い部屋でフィルムをスキャンしながら残業することもしばしば、あった。小惑星のザ・ NORC は、NORC によって、当時の小惑星等の成功な軌道計算が、行われたことにちなんで、ポール・ヘルゲットによって命名された。ありがとうございます。